彼女からの束縛が辛いです。26歳男です。3つ下の女性と付き合ってますが、束縛が辛いです。数日に1回どうでもいい内容の LINE が来ます。また半月から月に1回は会おうとしてきます。食事代は毎回こちらが出してるのに、ホワイトデーを忘れたらすねられました。まだ用意してないのですが怒られてます。もう別れた方がいいですか？食事の時は財布出したり、合計3080円だから1540円ねみたいに割り勘にしてくれようとはしますが、自分の方が3つ上ですし男なので出しています。彼女が半月から月に1回は会いたいと思うのは普通ではないでしょうか。ただ食事代を毎回あなたが出しているのだとしたら、あなたに会いたいというよりもただ飯が目当てなのかもしれません。彼女の方から一度も今日は私がご馳走するよとか、無理しないで割り勘にしてという申し出がないのであれば、単にケチでズーズーしい女性だと思います。彼女と会うのが負担になっているのであれば、食事をおごるのをやめてみては？そうすれば彼女の方から離れていくかもしれないし、付き合う必要のない女性だったとはっきりします。まあ普通に全然束縛じゃないよな。しかも毎回おごってるのにみたいな言ってるけど、お前は見返りを求めておごってんのかっていう話だよな。見返りを求めておごってんなら今すぐやめろって思うわ。みんなはどう思う？